2023-24 ウィリーグオープニングマッチ、アイナクと新潟。新潟ボールのキックオフ、序盤は新潟ボールを持つ展開が非常に多かったです。いい崩し、最後滝川の左足のシュート、杉田、市上、石渕それぞれのワンタッチパス、最後は滝川がシュートを打ちました。直後アイナック、今日は持たれる展開からカウンター、鳴宮カット、田中美奈、三浦が転倒、冷静に流し込み、今シーズンチームキャプテン就任。非常に昨シーズンの2位というのが悔しかったという田中美奈、エースストライカーらしく冷静な流し込み、今シーズンのチームファーストゴールをこの開幕で決めました。で、新潟、これは素晴らしいシーン、神尾延ループパス、杉田のシュート、山下ナイスキーパー。神尾延らしいパス、杉田しっかりとシュートを打ち、山下よく反応しました。前半1対0アイナックリードで折り返し、61分、守屋の低い球のクロス、反応して最後相川、しかしここは平尾がしっかりとニアを締めていました。北側のヘディングでのパス、相川、春田、平尾、いい対応ありました。77分、新潟、人も動かし、河村優里の復帰、ウィリーグデビューもありました。滝川のシュート、後半も攻め続けましたが、コーナーキックなども大きなチャンスも作っていたんですが、アイナックもしたたかにゲームコントロール、田中美奈のシュートも最後ありました。試合終了、田中美奈の先制ゴールを守り切ったアイナック、開幕戦勝利。 2023-24 ウィリーグ第1節、アイナック対新潟、1対0、アイナックが勝利を飾っています。